ありがとうございます。ありがとう。マッサーさん、おつはりちゃん、おつはりちゃんありがとう。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ライブから帰ってきた。あ、ライブから帰ってきたの。お疲れ。はい、でも久しぶりに、あ、いいか、ライブ行ってきた今日。リキジバラありがとう。バラバラバラありがとう。リシありがとうございます。ありがとう。しょうくんさん、こんばんは。ってこんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。白熊さん、おつはるちゃん、おつはるちゃんありがとう。こんばんは。来てくださってありがとうございます。と、はるちゃん生きててよかったと応援してるよ。ありがとう、嬉しい。生きてる、ありがとう。頑張るね、これからも。そう、本当にさ、ちょっといろいろやらかしてしまったから。これから頑張るね。また会えたらいいな。ありがとう。リキジ、ハレシカカタン、ありがとう。こんばんは。スタムさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとう。最近早く寝ちゃうけど、仕事終わりに珍しくライブ行ってまだ起きてる。あ、そういうこと。いいじゃん、久しぶりに。晴れもさ、このくらい遅くにさ配信してるから、なんか懐かしくなっちゃった。久しぶりにこんな朝遅くに帰ってきたらさ、ママちゃんにさ、遅くなるんだったらちゃんと連絡してくださいって怒られました。今日は弟ちゃんも早く帰ってくる、早く帰ってるから早く寝れると思ったのにって言われて。ごめんなさい、すみませんって謝りました。ゴーエさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。ハレちゃん、皆さんこんばんは。お疲れ様です。ももんちさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとう。納豆、昨日今日納豆じゃない、ももんちさん。ハレも最近納豆食べてる、健康的だね。今度さん、こんばんは。とこんばんは。来てくださってありがとうございます。あ、でも昨日はお相撲さんだったわ、そういえば。とマッサンさん、昨日なんか20時ぐらい寝ちゃってた。え、20時早っ。絶対またどこかで会いましょうって。嬉しい、会おうね。ね、バラもありがとう。バラバラバラありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ハレお嬢さん、皆様こんばんは。今日もお疲れ様でした。ヨローって、リキジャスト、ありがとう。ヨロー。キッシー、ハレシカーカータン、ありがとう。おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。パンプキンさん、こんばんパンプキンって。こんばんパンプキン、こんばんは。アバター変わったね、チュルンチュルンだ。チュルンチュルンのももちゃんだ。初見ですが何か。特に何もないですが、初見じゃないですよね。初ペンです、初ペンです。ペンゲン、初ペンさんじゃん、ないでしょ、ペンペン。もう寝ないとやばいけど、あと15分でレベル10。あ、本当に。で、嬉しい。でもまだね、今月まだまだあるから。まさかお知らせがはれちゃんだった。その話は置いといて、これからも陰で応援してるよ。ねえ、そうなの、ちょっといろいろありました。え、ちょっと笑っちゃいけないよね。そうなんです。そう、本当にその説はいろいろとすみませんでした。これからまた頑張るので、ぜひまた頑張るので、またステージに立てるときは応援しに来てくださると嬉しいです。帰り遅くなったんだね。そうなの、今日ちょっと久しぶりに遅くて、 1時はなってないけど、でも結構遅かったから、こんな遅くなるんだったらもっと早く言ってくださいとか。はい、すいません。
ませんってなりました。あ、もみじさんわらわらわらそう、最近納豆の消費に春も追われてて、そう納豆をさ、なんか1回にいっぱい買っちゃって2、3パックなんかあの束になってるじゃん、3パックぐらい束になってるのを2、3個買っちゃってそう、買った時に限ってさ、なんかあんま使わなくてさ、溜まってて、ほんと1日1パック食べるみたいな。それでもちょっと間に合わなそうだから2パック目行こうか迷うぐらい、本当に朝と夜とかで食べないと追いつかないと。ガムさんは、爽やか春だのツン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 、やっほー、こんばんは。けっけ、春しかーかーたん、うん、ありがとう、こんばんは。一応桃太郎なので、たまには桃で、あ、そういうこと、桃太郎だから、メタ太郎、ほんとだ、桃太郎。コモさん、晴れさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。晴れさんしかーかーたん、うん、ありがとう、こんばんは。まさやんさんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。わきぴっぴさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。またこうして毎日配信してくださって本当に嬉しいですよって、嬉しい、ありがとうございます。本当に来てくれてありがとう。あれも2周年をさ、こうやって昨日ね迎えられて、そう、2周年おめでとうってね、結構いろんな方に言っていただけてすごい嬉しい。やりなみず博士さんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。あはしまさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。はれちゃんスマホ充電なくて連絡できないからね今日はあった、今日はあったの。今日はなんか学校がちょっと早めに終わったから、そう、お出かけするまでにちょっと時間があったから、その間に絶対に充電しなきゃと思って充電した。そう、でもね、なんか最近はれ、そのワイヤレスのイヤホンをね、でもあのエアポッツじゃないんだけど、ワイヤレスのイヤホンをずっと使ってたんですよ。でそれさ、なんかこのなんていうの、ケースごと充電するみたいなやつだったんだけど、一日中充電してたのに、なんかケースにだけ充電がたまるかなんかで、そう、なんかイヤホンに充電がされなくて、もうなんか使えなくなっちゃったからさ、そうでね、結構ずっと充電頑張ってたんだけど使えなくなっちゃって、有線、あの有線じゃない、そのイヤホン捨てました。なんていうの、有線じゃなくて、有線は線があるやつだよね、ワイヤレスだ、そう、ワイヤレスのイヤホンちょうど昨日強化捨てた、ママに爆発するよって言われたからそう、なんかそのついでにあの携帯も充電してたから、今日は携帯の充電はあった。危ない危ない。リキジーラベランプありがとう。スージーさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。ひできさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。ラベランプありがとう。遅かったねって、そうちょっとあのあと、あのお腹を満たしにご飯を食べに行ってまして、そう、いっぱいお話しして楽しかった。ハローさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。きさらぎさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ひむろさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。メタ太郎歌ってくれたら、ももこがソロで歌うパートもあるのに、あ、メタ太郎って確かに、メタ、でもあれメタ太郎のさ歌ってる動画見たことないんだよね。イヤホンでしかさ、あ、イヤホンっていうかその音源でしか聞いたことなくて、でも確かにゆいちゃんとかさ、もあちゃんの声のところあるから、確かに、ももちゃんが歌ってるの聞きたいなと。
おじくさん、あ、おじくさんだ、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。やっほー、おじくさん元気ありがとう。と、ひできさん、ご飯いいなーって、いいでしょう美味しかった。オイラのワイヤレスも接触不良だから途中で開けて様子見るよ。え、開けるの？ここの部分なんかさ、そう、なんでなんだろう。でももうさ、なんか針が落としすぎたのもあるんだけど、もうなんかカパカパしてて、多分なんかもう充電の接続が悪いみたいになってるのかな、わかんないけど、なんかもういいやと思って、そう新しくしようと思って。でもさ、あれ新しくしようってさ決めてからさ、その新しいの買うまで結構時間かかるから、これからちょっと少しの期間イヤホンないくてどうしようかなって思ってるけど。そう、たしたしさん、アルトさん、訪問ありがとうございます。それでは、え、落としてるからいっぱいもういっぱい落としちゃうんだよね。そう、なんかさイヤホンなんかね、なんでだろうね、イヤホンケースとか別にさ落とす必要性ないんだけどな、なんか落としちゃうんだよね、カシャーンとか言って困った困った。藤友さん、訪問ありがとうございます。こんばんは。それもさ、ケースに入れたいんだけど、なんかそのエアポッツとかじゃなくて、たまたまなんかネットで売ってたやつ買ったから、なんかそれに合うケースがなくてケースにも入れられない、よく落とすのにケースにも入れられなくてさ、それで壊れちゃった、多分接触不良なのかな、なっちゃって困ったやっぱちょっと春には最新系が合わないのかもしれないで、ある程度のデジタルは必要な、デジタルじゃない、アナログ必要なのかもしれないと、ぐっさんさん、こんばんは、と、こんばんは、来てくださってありがとうございます。はるちゃん、なくしたり置き忘れたり忙しいな置き忘れたり落としたり本当に忙しいよねと、イコールラブ大好きさん、訪問ありがとうございます。と、ブラックメタルので曲もやってほしいけど、もうならないのかな、どうなんだろうね。確かにな、ブラックベビーメタル確かにもうならないのかね。ただワイヤレスは家で作業するときしか使わない、基本も優先。あ、そうなの、お家で作業するとき使ってるんだ。まあでもそっか、なんか、え、あ、そっか、なるほどね。片付けとかの時線があると邪魔だからか。でも偉いね、ちゃんとさ周りの人のこと考えてさ、あれだね、自分だけの音にしてるんだ、偉い。あれ、お家にいたらもうかガンガンにかけちゃうから偉すぎる、電車の中ぐらい。でもそうだよね、電車の中は別に動かないから有線でもいいもんね。なんかさ、ベビーメタ衣装2つ ?3 つあんまりないよね。はるはもうずっとさ、あのギミチョコの時のさ赤黒衣装ばっかりイメージあるけどさ、なんかその後黒金になって、黒金、黒黒もあった、黒金と黒赤だけ、あんまりなんか衣装とか変えてるイメージがない気がしてるけど、わかんない、はるが色で判断してるだけかも、実は違うのかな。ね、おねだり大作戦とか4の歌とか好きなんだけど、モアが一人でやってたよね。ああ、そうなんだ、モアちゃん、そっか、モアちゃん一人でやってるのか。ハレも4の歌とか好きだよ。おねだり大作戦も可愛いよね、パパ大好きってやつ、あれ可愛い。そうなのか、やっぱ新しい曲じゃない限りさ、あれなのかね、ももちゃんは歌わないのかな、悲しいな。壊したり落としたりするの怖くて、エアポッツ家で使って安いワイヤレスを外で使ってる。ああ、なるほどね、確かに。なんかさ、エアポッツさ、私のエアポッツ今なんか海外にありますみたいなさ、たまに
ツイッターで見るよ、なんか海の上にあるんだけどみたいな。衣装細かく変わってるよ、今は黒レインボーや。え、そうなの、黒レインボーなんだ今、知らなかった、わー勉強不足。もう黒金と黒赤と黒黒、あ黒銀も見たかな、なんかそのぐらいしかさイメージになくて、そうなんだ今レインボーなの、え後で見てみよう。でもやっぱり黒赤が一番さイメージがあるけど、ライブのたびに変わってる、あそうなんだ、ライブのたびに変わってるんだ、知らなかった、勉強不足でした。また見なきゃ。ヨッシーさんこんばんは、とこんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。そうなのか、弾丸さん訪問ありがとうございます、こんばんは。あれなんか言おうと思ったんだけど、なんだっけな、なんかを話そうと思って、なんか後で話そうって思いながらコメント読んでたら忘れちゃった、何だったんだろう、何だかわかる。何だったんだろうな。ポニョさん訪問ありがとうございます、こんばんは、ありがとう。待って本当に全然思い出せない、悔しいな、一回思い出せなくなったらもう、あ違う話だけど、一回思い出せなくなったらもうしょうがないよね、一生思い出せないけど、ハレ今日ピアノのテストあってさ追試、そうハレあのピアノ追試になったんですよ。それでテストがあってさ頑張ったよ本当に。つっかえたかな、つっかえてない気がする。そうもうあのもうでも滑らかさとか関係なくひたすらに弾いて、そうもうさっさと終わらせたけど、絶対に前回よりも良かったことは確か、前回は本当に止まって止まってって感じだったけど、今回は止まりは一瞬したぐらい、なんかあっあーってなったぐらいだったから大丈夫なはず、多分ね、なんとか乗り切りました。なんでこんな時間に配信、あちょっと今日予定があってその後ちょっとご飯食べてて、したらなんか終電で帰ることになっちゃって、あのそう遅くなりました。そうなんです、さすがにそりゃ分からん、そう春も分かんない、でもさなんかここでさあーと思ってさなんか忘れたことをさ思い出したかどうかも分かんなくない、それが何か分かんないからさ、なんか実は普通に話したかもしれないけど、なんて言ったらいいの、そのね、思い出す内容が何かも分かんないから、思い出して話してるのかも分かんない。なんだろうな、何だったっけな、何かあったんだけどね、東京ドームの時のスカートの後ろが尻尾みたいに長くなってる衣装が好き、えそんなのあるの、見てみよう、こういう系ってこと、後ろがこうなってんのかな。パンプキンさんレベルアップありがとうございます、クロさんこんばんハレちゃんって、こんばんハレちゃん、こんばんは、ありがとう。あれでしょ、あれぷぷぷぷぷぷ、待って、そうそうあれなんだけどね、あれがなんだかなって。本当に思い出せない、 なんかね思ってたんだよ、なんか思ってたんだけど本当にあの何系だったかも何も思い出せなくて、本当に考えてたかのどうかも分かんないぐらい思い出せない。あるよね、しょうがない。と、ひちこさん訪問ありがとうございます、こんばんは、ありがとう。ネロさん訪問ありがとうございます、こんばんは。ということで今日ちょっと30分間ぐらいで配信を終わりにしようと思うので、もうちょっとで終わります。ゆきいもさん、ギリちゃんさん訪問ありがとうございます、ありがとう。黒レインボーの衣装は蝶々みたいで、鬼滅の刃の胡蝶しのぶを思い出した、しのぶは白いけど、そういう感じなんだ、見てみたい、確かに。あれも見たよ、鬼滅の刃の
なんか刀鍛冶のやつ、最近のやつ全部は見てないけど、なんかあでも知らぬ間に終わってたからな、最後見てない、鬼倒したのは見てないけどなんかそう、なんか途中ぐらいの話は見た、なんか壺から出てくるみたいな壺から人が出て、なんかお化けじゃない鬼が出てくるのと、なんか喜怒哀楽みたいなお化けじゃない鬼がいたやつは覚えてる。そうだけど、そうなんかそれ見たのは覚えてるけど、なんか結果どうなったかは見てない王さん元気そう、やっほーこんばんは、来てくださってありがとうございます、元気です、ご飯もいっぱい食べて成長中でございます、こんばんは、最後見てないんかいって、そうなんだよね、多分そう最後見てなくて、いつの間にか終わってて、なんかパパちゃんが毎週見てたんだけど、鬼倒したって言ったら、今日で終わったよ、鬼倒したよって言われて、あ、あれ一番いいとこ見てない、晴れってなったと、スコーさん訪問ありがとうございます、マッキーさん100回訪問ありがとうございます、ありがとう、マッキーさん100回も晴れのルーム来てくださってありがとうございます、ありがとう、これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなって思うので、これからもよろしくお願いします、ありがとう、ありがとうございます、キングさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは、ゆなさん、すずかさんかな、訪問ありがとうございます、こんばんは、ありがとう、ということでそろそろ配信を終わりにしたいと思います、皆さん夜遅くに来てくださってありがとうございました、最後にランキングを読みして終わりにしたいと思います、そういえばさ、ツイッター X になったね、なんかショールームもさ、ツイッター認証みたいなのがあるんですけど、そうなんか認証したらなんか X って出てきて乗っ取られたのかと思って焦ったけど、そういえばツイッターじゃないんだってなってまだツイッター自体は多分早く更新してないからかな、わかんないけど X には載ってないけど、ショールームのがさ X になっててさ、うわっと思ってね、えだんだん時代が変わっていくよ。それではランキングお読みします、13位コージーさん、12位ドーセツさん、11位アミちゃん、10位ペンギン、9位ヨッシーさん、8位ヨシピーさん、7位パンプキンさん、6位ストームさん、5位モモンチョさん、4位ヒデキさん、3位シロクマさん、2位ゴーエさん、そして1位リキジ、ありがとう、リッシーありがとうございます、ありがとう、皆さんも星投げカウントギフトコメントたくさんありがとうございます、ありがとう、あーなってた、やっぱなってたよね配信お疲れ様でした、てこむさんありがとう、ソムラくんさん、ソムラクさん100回訪問ありがとうございます、ありがとう、ソムラクさん100回も春のルーム来てくださってありがとうございます、ありがとう、これからも一緒にねもっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします、ありがとうと、配信お疲れ様、またねーと、またねー、ありがとう、それでは配信を終わりにしたいと思います、明日はまた何時だ、明日は22時かなから配信するので、よかったら夜お越しください、それでは今日も楽しい時間をありがとうございました、ではでは今日も素敵な夢が見られますように、いきますよ、せーの、おつはれちゃんありがとう。
ありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう、またね、またね、おやすみなさーん。